藤田原町の皆さん、福山哲郎です。緑茶発祥の地、長谷宗園さんの生家の前にいます。藤田原町は昨年、生産者の方が農林水産大臣賞を受賞されたとも聞いています。新庁舎も新しくなって、非常に明るい雰囲気の中で、今藤田原町は未来に向けて走り出しています。新名神が供用開始になり、そして藤田原山手線が引かれて、どんどんこれから藤田原は発展していく可能性を秘めていると考えています。私は実は高校時代、藤田原カントリークラブでキャディのバイトをしていました。苦学をしている時に、ここでのバイトがどれほど助かったか、すごい懐かしい思い出です。藤田原町の発展のために、山井和則衆議院議員ともにさらに頑張っていきたいと思います。どうか福山哲郎よろしくお願いします。